アルテマンです。さあ今日の動画は極光の剣を使って遊んでみようということでやっていきます。現在開催中の極光装備福引きあるんですが、ハンマーは多くの方が使っています。ですが剣はあまり使われていません。まあそれはね、このクエストの条件でメラ属性の威力を上げますよっていう効果がついているので、まあ使われないのは自然かなという感じなんですが、10月の24日ですかね、から、おそらくこのヒャド抜群で極光装備、この剣が輝く時がやってくると思いますので、まあ、それに備えて、極光の剣の使い方を学習しておこうというのが、今回の動画の趣旨になります。で、どうもですね、テキストを読んでいると、ただ EX 化して聖剣連山打つだけよりも、ちょっといいやり方があるみたいなので、それをね、皆様にお伝えできればと思います。ではまず極光の剣の装備性能から見ていきます。まず特性がついていまして、インテと攻撃呪文のダメージを 1.3 倍にする状態が付与されると。でさらに極霊解放の効果で、まあ、ヒャド属性の、まあ、スキルのね、威力が 35% 上がって CT が 100% 上がります。で呪文のダメージを 1.3 倍にする状態変化が解除されなくなりますということになっているので、まあ、呪文版の不死鳥の剣と考えればいいのかなというふうに思います。あとは極用陣が発動できるようになると。で極用陣は下に書いてあるんですが、まあ、威力 700% のヒャド属性攻撃だよと。で、まあ、攻撃特技扱いになってます。で攻撃魔力の 5% が威力に加算されますが、極霊解放中の効果中にスキルをね、1回使用するごとに威力が 100% ずつ上がっていくっていう風に書いてありますので、まあ、基本的にはね、まあ、聖剣連山でブライクニル連山打った後に極用陣を発動して、まあ、その追撃で倒せるよというような感じだとね、思うんですが、まあ、威力もね、なかなか、まあ、1回使うごとに 100% も上がってくれますのでね、で最大は 500% っていうことになるので、まあね、どっちでも使えますよね。高難度でも、周回でも。であとは、これ、極用陣を放った後も、ヒャド属性威力、ヒャド属性の攻撃の威力が下がることはなくて、まあ、35% 上げる効果が、またそこからさらに、まあ、2ターンになるんですけど、まあ、付与されると。で、これ、ちょっとね、見落としがちなんですけど、攻撃威力と呪文のダメージ、攻撃呪文のダメージが 20% 上がるよって書いてあるんですよ。で、これ、使ってみたんですけど、これ、バイシオンとインテだと思い込んでたんですが、なんかどうも、そうじゃないっぽくて、これ、別枠でバフがついてるんじゃないのっていう疑惑が、ここで持ち上がるんですよね。次の画面で、まあ、ちょっと条件が適当なんですけど、威力をね、その、ブライクニル連山、極霊解放してからブライクニル連山するのと、極用陣を入れてからブライクニル連山をしてみたんですが、威力がなんか明らかに違ってて、まあ、ちょっとこの辺もね、この後見ていこうかなというふうに思います。で、あとは肝心のね、メインスキル、ブライクニルの効果なんですが、これもまたすごくて、攻撃前にヒャド属性の威力が 20% 上がるよと。で、2ターン有効だよ。で、しかも、攻撃魔力の 2.4 倍撃ですね。まあ、対象は敵1体なんですけども。あとは、次に使用する攻撃特技か、攻撃呪文のダメージを 1.3 倍にするよっていう風に書いてあるので、まあ、これ、聖剣連山の威力、まあ、残の部分の威力が上がってくれるよねっていうのと、あと、フレーバーテキストがこれ表示されるので、CT も滑るよねっていう感じなんですよね。めちゃくちゃ効果が盛られていると。なので、もし極光の剣を使うっていう話になった場合に、まあなんか、荷積みまですると非常に親和性高いのかなっていうふうに思いましたね。では、今の説明を踏まえて、どうすると火力が出るのか気になりませんか？気になりますよね。私は気になります。私が気になるから、結果をお伝えすると、極用陣ですね。今画面が2つね出てると思うんですが、極用陣を先に打った方が、火力自体は出ますという結論ですね。でこれによって、攻撃力と攻撃呪文のダメージを 10% 上げるよっていう効果は、バイシオンとインテとは別になってきます。
というふうに結論付けられるかなと思います。これちょっとフルパワーでやってみたらどうなるか気になりませんか？気になりますよね。私は気になります。では結果をお見せしましょう。ああ、壊れちゃった。聖剣連山、また。ご覧の装備を使って聖剣連山をしたわけなんですが、残の部分の威力が12万、約12万火力。物理攻撃に関する装備、ほぼほぼついていないにもかかわらず、あの火力ですよ。とんでもないことになってます。で、気づいた方がいるかもしれないんですけど、こだまする攻撃かけてないですよね。なぜだかわかりますか？これこだまする攻撃をかけてしまうと聖剣連山の残の威力が大幅に下がってしまいます。で、ご覧に今右の画面ご覧いただくと聖剣連山先ほどとほぼほぼ同じ条件に近づけたものなんですけど、まあこだまをしてね、聖剣連山をしているんですが、あの残の部分の威力が大幅に下がっていることが、お分かりいただけると思います。まあただね、その分あの呪文が強いんで、まあ総ダメージでいくと児玉かけた方が強いんですよ。であとは最後にね、呪文のバフがなんか乗るもの乗らないものがあるらしいということでちょっと整理してみました。主要の呪文バフ、自分が持っている中では3つありまして、1つは名流の秘術ですね。名流の秘術と朱雀のベール、そして創世の書の中の創世軍ですね。この3つが主要だと思うんですが、まず結論から言って創世軍が一番使い勝手がいいかなというふうに思いました。創世軍は呪文のダメージ 10% 上げますよっていう効果なので、まあこれは創世軍っていう効果が乗ってくれますということと、あとブライクニル、極性解放ですね、に 1.3 倍劇がついておりますが、そこの 1.3 倍とこの 1.3 倍はどうも同じものらしくて、乗らないよと、ダブルでは乗らないというのが結論です。で、ただ、スザグのベールに関しては、小玉をかけた時に連続発動した場合に、連続発動した回数分効果が適用されますので、まあ、スザクのベールはまあかけてもいいのかなっていうふうには思いました。で最後、名流の秘術ですね。名流の秘術は、まあ、インテ荷上げするところまでは効果があるけど、1.3 倍の方は、これ、呪文の威力が上がったって出てるんですけど、どうも威力に加算されていないということにね、なっています。これはどうなんでしょう。わからないです。そういうものなのか、そうじゃないのか、まあ、ただフレーバーテキストがね、呪文の威力が上がったというふうに出ますので、確かこれ聖剣連山をしていると確か滑らないんじゃなかったかな、ちょっとわかんないんですけどね、という部分もありますので、まあ、メールの秘術はね、優先度が下がるのかななんていうふうに思いました。はい、まあ正直ね、極光の剣は癖が強すぎて、まあ、EX 化をするしないで効くバフが変わってくるっていう結構珍しい装備だなっていう風に思いました。まあ、今後ね、10月の24日に新ボス、まあ、おそらくこの剣で振り回せるボスがね来るかと思いますので、その時を楽しみにしましょう。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。